しぶり、カカオ豆だよ。では、マインクラフト PE でゆっくりサバイバル生活シーズン2、やっていきましょう。ワールド名は何にしようかな。やっぱり実況するワールドだし、わかりやすいように実況でいいかな。うん、それがシンプルでいいね。ワールドタイプはオールドで、無限ワールドもいいんだけど、メモリー的に無理、かなり負荷がかかる、上にデータストレージかなり使うからね、仕方ないね。お、なんていうか、すごくいい場所にスポーンしたんじゃないですか。頭皮の木がたくさん生えてるし、木材には困らなそうだね。それに景観もいいし、ここを拠点にしてもいいんじゃないの。よし決めた、拠点はここにする。そうと決まれば早速拠点作りを始めよう。今回の目標は、ベッド作成、です。いくら家を建てようとベッドがなけりゃ命の保証はないですし、スポーン地点が設定できないので、道に迷って回収できずに全ロスと、なんてことも起こりうるしね。まずは、まずは石ツールを必要な数だけ揃えよう。とりあえず石は20個以上あればいいかな。材料集めとか、建築とかの場面は、尺合わせのために、だいたい2倍速でお送りします。なるべく短い動画にしないと、データストレージがすぐいっぱいになっちゃうからね。そういえば、こちらは夏休みが終わり、第2学期が始まりましたが、皆さんはどうですか？まだ夏休みの方もいるのですか？そもそも夏休みがない方もいらっしゃると思いますが、どうですか？まあ別にどうでもいいことなんですけどね。まあ、僕はリアルの生活がどうであれ、マイクラさえできればそれでいいんです。マイクラ実況さえできればそれでいいんです。っていうかもうマイクラしかしたくない。といった感じの、重度のマイクラ依存者です。完全マイクラ脳です。こないだ気を取ろうと殴ったら血が出て、めちゃくちゃ痛かったです。だって、もしかしたらできるかもと思ったんだもん。冗談です。本気にしないでください。どこまでが本当かというと、マイクラ依存者ってところと、マイクラ脳ってところまでが本当です。気を切って血が出た話はホラ話です。一瞬でも信じた人は校庭1センチ走ってきなさい。とりあえず、作業台と、かまどと、ストーンカッターを設置して、仮拠点カッコ仮カッコ仮、の完成ですね。では、羊毛集めと繰り出しますか。あの水邪魔だね、水源潰そうか。よし、それじゃあ、水に浸かってた木を、腐らないうちに伐採してしまおう。あ、いたいた、羊毛くださいな、無理やり取るけどね。あ、それと、水の中を移動するときも倍速にします。では、羊毛が3つ集め終わるその前まで、カット。やめろ、こっちみんな。羊毛3つ揃いました、それじゃあベッドを作りましょう。あそこに見えるわ、石炭じゃないですか。ちょ、今石炭めちゃくちゃ欲しいと思ってたとこなんだよねー。何個取れるかなー。あ、そうれーち。2、3、ようって、え、3つしかないの。冗談だよねー。冗談だと言ってくれ。現実でした。
とりあえず、あるだけの石炭を使って、松明作って、湧き潰しをしないとね。あともちろんベッドも。別にベッド潰すわけじゃないよ。おお、めっちゃ明るい。すごい落ち着く。どっこいしょ。違う、ここじゃない。サトウキビも栽培しようねー。よっしゃ、これでやっと寝れるよー。とその前にこの辺にラージチェスト置いてアイテムの管理しようかな。システム仕事サボるなよ。このスペースはハーフブロックで埋めるかな。なんか戦力岩が普通の石扱いされてんだけど、これは仕様なのかバグなのか。あ、やっぱり上半分じゃないとダメなんだね。あれ、俺こんなにハーフブロック作ったっけなー。おやすみなさい。おはよう、これで今回の目的は果たせました。なので今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。